え、YouTube の皆さん、こんにちは。岡田宏ですえ。え、今日はですね、チャンネル登録者数90人突破を記念いたしまして、えこちらの、お西の田舎ご飯という、このアルファ米の食レポをしたいと思います。え、こちらアルファ米なんですけど、今話題になっている、あの、非常食で有名なんですけども、これ、水かお湯を注ぐと、なんと、 ご飯になるそうなんで結構有名なんですけどもあのー、地震や台風やあとはそういった自然災害のあとこう必要な非常食でもあるんですけどもこの非常食なんとですね長期保存をすることもできることでまさに次世代なあ次世代の,あの非常食で有名 な、アルファゴメなんですね。あの、先日、あのー、先日、台風19号が上陸して、甚大な被害が出てしまったんですけども、それをきっかけにですね、こちらのアルファゴメの食レポをやっていきたいと思います。これ、作り方はですね、ちょっと裏に書いてあるんですけども、作り方は、 えー、こんな風になっているんですね。作り方はこんな風になっているんですけども、まずは、えー、開封したときに、えっ、ー、と、脱塩素剤、いわゆる、あのーあ、湿気止め剤ですね。その湿気止め剤は、スプーンと一緒に、この袋から取り出して、取り出してから、あの次にですね、こちらにお湯か水入れて、 えー、よくかき混ぜてから、えー、こちらですね、袋のチャックを閉めて、待っていただければと思います。で、熱湯だと15分で、水だと60分、1時間なんですね。これ、何食べるのにこれ15分、これ15、これ食べられるのに15分もかかっちゃうんですね。水60分じゃ効率悪いですね。熱湯の方がまだいいですね。これ15分もかかってしまうということは、 これ相当時間があれですよねお湯で食べた方がおすすめですね60分も時間もかかるんじゃなんですけどもちょっとまあ次世代のあの非常食ではあるんですけどもまあそうですよねこのアルファ米の食べ方はまずよく読んでから あのー、食べていただければと思いますでこちら賞味期限ってこっちで、えー、こんなふうになっているんですねでそしてですねこちらに注意点が書いてあるんですけども、えー、ネットをご使用する場合は やけどに気をつけなければならないんですね。あ、そうですね。あともう一つ、先ほども話し,話しましたように、これよく言っておきますけども、脱塩素材、いわゆる湿気止めは、湿気止めがこの袋の中入ってるんですけど、必ずスプーンと一緒に取り出してからお湯を注ぐように、えー、していただければと思います。えー、こちらのアルファゴメなんですけどもね、 結構有名なんですよね。果たしてなんですけども、これ、お湯入れて、注いで、しばらくすると、これ本当にご飯なるんでしょうかね。ちょっとそこは気になりますよね。アルファ米なんですけども、ちなみにアルファ米、これし、知り合いからもらったんですけども、まあそうですよね。台風が上陸したんなら、 台風が上陸して甚大な被害出たんですけどもその時に活用されるこのアルファゴメなんですけども一回は味わってみたいですね果たしてどんなものになっているのかちょっと気になるところですねそれではちょっとこちらアルファゴメの袋を開けてちょっとあじゃあちょっとアルファゴメの袋を開けてちょっと中見てみたいと思います ではちょっとアルファゴメの中見ていきましょう。でアルファゴメの、あ、アルファゴメの中身はこんな風になってるんですね。あー、中身が湿けないように、この脱塩素材ことこの湿気止め剤が入ってるんですねえ。必ず袋を開けた、開けた、開けましたら、まずはこちらの脱塩素材とスプーンですね。こちらを、まずは、えー、取り除いてください。 で、中身こんな風になってるんですねああなんか具がすごい入ってて乾燥した状態で入っているんですねあ中身にもこの作り方のなんか説明が書いてあるんですねああここの黒い線があるんですけどもここにここまでお湯入れて15分くらい待つんですね水だと60分か 60分じゃちょっと待ちますよね。お湯の方がやっぱりですよね。果たして、このアルファ米にお湯入れると、これにお湯入れると本当にご飯になるんでしょうかね。ちょっと気になりますけども。これ相当、重大な保存食で、 ついにこのアルファゴミを食べる、その体験をする日が来るとは驚きですよね。まあ貴重な体験にもなりますから、とりあえずこのアルファゴミの食レポは後編にやりたいと思います。はいじゃあそれではですね、お湯注いでみたいと思います。ちょっと入るかな大丈夫かな はいちょっと待ってどこまでいったかもうちょっとは入れたもう少しだけ入れるかじゃあそしたらですねかき混ぜましょうはい はい。そしたら、えー、よーくかき混ぜたいと思います。お湯を入れたらまずしっかりかき混ぜましょう。下から上へとかき混ぜた方がいいですよね。本当にこれでご飯になるんでしょうかね。なんか気になりますよね。これ本当にご飯になるのかな とりあえず大丈夫かな。はい。じゃあそれではですね、この後15分経ったら食レポ編をやってみたいので、一応前編はこれで一旦カットしたいと思います。それでは。